K&F コンプ K&F Hey, what's up, YouTube? どうも皆さん、こんにちは、コウスケです。はい、ということで、前回に引き続き私のカメラ機材について紹介していきたいと思います。はい、前回は写真機、ニコンのカメラについて紹介しました。まだ見てない方はそちらの動画を見てもらえたら嬉しいです。ということで今回は、動画機について、紹介していきたいと思います。私は動画機は、ソニーのカメラを使っておりますので、そちらのボディ一つと、あとはレンズが、4本ありますので、そちらの紹介と、あとは、その他動画の撮影の時に必要なアクセサリーであったりとか機材についても、一緒に紹介していきたいなっていうふうに思います。それでいつも、動画を撮影しているのは、ソニーのカメラ使ってるんですけど、今回は、iPhone で撮影してます。ニコンのカメラをちょっとセッティングしていろいろやったんですけど、どうもやっぱり、オートフォーカスの音がちょっと入ってしまってうるさいので、iPhone で撮影します。なのでいつもの色味だったりとか背景ボケだったりとか、その辺がちょっといつもと違うかもしれないですけど、そこのとこちょっとご了承ください。はい、ということでまず一つ目に紹介しますのはこちらです。ちょっと光の当たり方があれですけど、α6400 というカメラです。はい、こちらなんですけれども、ソニーのミラーレスカメラです。私がこれ購入したのよ、ちょうど1年前1年半前ぐらいに購入したんですよね。なんでもう、発売されて割と早い段階でこのカメラ買いました。もともと私 YouTube 撮ったの、ニコンの D5300 で撮ってたんですよね。重いっていうのと、やっぱりニコンはちょっとどうしても動画性能にちょっと弱いっていうところもありまして、まあ、YouTube 始めたりとか、あとはまあもうちょっとちっちゃいミラーレスのカメラ、趣味のカメラが1台欲しいなっていうところでいろいろ調べて、最終的にはソニーの α5100 か、6400で悩んだんですよね。もう値段でいうと2倍以上違うんですけれども、で、どうしようかなっていろいろ考えて、機能的にもいろいろな面を見て α6400 がいいなって思ったのでこちらを買いました。こちらなんですけれども、趣味でその写真撮ったりですとか、あとまあ、YouTube に動画上げたりですとか、もうこれ自体があればマジでもう何でもできますっていうぐらいめちゃくちゃ万能です。本当に不満な点で言いますと本当にないですね。私は、まあ、ちょっとそのバッテリーの持ち、やっぱりミラーレスっていうこともあって、バッテリーの持ちがちょっと、バッテリーの消耗がちょっと早いかなっていう風に感じるぐらいですね。あとちょっとそのメニュー画面がニコンに比べるとちょっと見づらいかなっていうのと、あと、カードを初期化するときに初期化がめちゃくちゃ時間かかる。めちゃくちゃって言っても、まあ、5秒10秒ぐらいで終わるんですけれども、ニコンの場合はもうほんと1秒かからないぐらいでカードの、SD カードのフォーマットが終わるっていうところを考えますと、ちょっとやっぱそこら辺があれですね。ただ、私の最近の動画、また、動画投稿始めます再始動って言ってる動画からの動画はほぼ全部これですね。 GoPro の動画もあるんですけれども、8割9割方はこのカメラで撮っております。で、写真もめちゃくちゃ綺麗に撮れますし、はい、文句ないです。なので、まあ、今の時代もやっぱり、一眼レフっていうよりかもミラーレスが結構主流になっているような時代でもありますので、もし、例えば YouTube、まあ、YouTube じゃなくても動画撮れて、なおかつ、写真が撮れる、いいカメラないですかっていうふうに紹介されたら、私はこのカメラをおすすめします。はい、私の、動画機のメインで使っているカメラはこちらの α6400 でした。はい、続きまして紹介しますのは、徐々に、今回は広角から、望遠端になっていくような感じで紹介していきたいと思います。次に紹介しますのはこちらです。シグマの 16mmF1.4DCDN コンテンポラリーシリーズというシリーズの中の、レンズです。こちらなんですけれども、まあこのコンテンポラリーシリーズ、後でちょっと紹介するんですけれども、全部で3本あるんですよね。 16mm と 30mm と 56mm というこう3本あるんですけれども、私一応3本とも持ってて、コンテンポラリーシリーズで一番最初に買ったレンズがこちらになります。こちらなんですけれども、 16mmF1.4、 まずこの F1.4 っていうのがめちゃくちゃいいっていうのと、16mm なんで 35mm 換算で約 24mm になりますので、まあ、24mmF1.4 に、等しいレンズになるのかなっていうふうに思います。YouTube また新たに始めますって言った動画以降の、動画は全部こちらです。 16mm のレンズで撮っています。なのでエボサロンっていう髪切りに行った動画があるんですけれども、その動画は確かに 16mm でこう手持ちで持ってたんで広角具合が分かると思うんですけれども、まあ、約 24mm 相当なんですけれども、 24mm 相当のレンズでこう自撮りをすると、すごいいい感じに背景も映りつつ自分も映るっていうような感じの画角になっております。でもちろん普通の写真でも使えます。風景であったりとか、その広角で撮りたい時に F 値絞って、撮るのもめちゃくちゃ使えます。で F 値 1.4 なんで夜の撮影にもめちゃくちゃ重宝します。こちらの不満点はもう一切ないですね。でちなみにフードをつけるとこんな感じになります。でカメラにつけますとこんな感じです。はい、私の手がこんな感じなのでちょうど手のひらに収まるぐらいですね。はい、でもめちゃくちゃ軽いです。1キロないのかな、多分。
私基本的にずっとニコンの D750 をメインで使ってますんで、まあ、ミラーレスのこの動画機に関してはもうほぼ重さを感じないと言いますか、もう全然軽い類いのカメラになります。でこのレンズに関しましても不満点は一切ないですね。描写性能もめちゃくちゃいいですし、フレアだったりゴーストだったりとかっていう点も全く気にしないですので、値段も400ドルなので、まあ、4万4000円ちょっとの値段でしたので、そんなめちゃくちゃ高いレンズでもないですので、単焦点が欲しくてって悩んでる方はコンテンポラリーシリーズの中の、16mm のこのレンズをおすすめします。はい、続いて紹介しますのはこちらです。こちらもさっき紹介しました、シグマの、コンテンポラリーシリーズの中の 30mmF1.4DCDN っていうタイプのレンズになります。はい、こちらなんですけれども、まあ、30mm っていうことで 35mm 換算で約 50mm の、まあ、標準の単焦点レンズっていうところですかね。で F 値が 1.4 っていうこともありまして、私が基本的に旅行行ったりするときに、夜もちょっと街に出たりとかするときに持ち歩くときのレンズはもうこれですね。標準的な使いやすい画角ですし、 F 値が 1.4 まで下がりますんで、そういうところを考えますとやっぱりめちゃくちゃいいですね。で、まあ、50mm っていうこともあって、しかも F 値 1.4 まで絞れるんで、ポートレートなどの撮影もめちゃくちゃ便利です。これも、値段で言いますと400ドルぐらい、さっきと同じぐらいの確か値段だったと思います。でこちら、ちなみにフードつけますとこんぐらいのレンズです。カメラにつけますと、はい、こんな感じです。さっきの、16mm のレンズよりかはちょっとちっちゃいです。こんな感じになります。フードを外したとしてもやっぱりこっちの方がちょっと長いっていうのと、あとちょっと、フィルター径がこっちの方が太いです。こっちが 67mm に対して、こっちは 52mm ですので、こっちの方が細いですね。なんでもしこの α6400 買って一番最初のレンズ悩んでいるって方はこのレンズめちゃくちゃおすすめです。やっぱり小さいですし細いっていうのもありまして、もうグリップホールドしやすいですし、コンパクトな組み合わせになります。こちらに関してもデメリットはもう私全くありません。写真撮る時のフレアだったりゴーストだったりとかも全く気にならないですし、ポートレートにも使えますし、風景であったりとかにも使えます。2本目のレンズはシグマから出てる 30mm の F1.4 のレンズでした。はい、続いて紹介しますのはこちらです。シグマのコンテンポラリーシリーズの中の 56mmF1.4DCDN というレンズです。さっきまでのレンズ 16mm、30mm と比べてもっと、ちっちゃいです。ただ、フィルター径は 55mm ですのでちょっとだけ太いですね。30mm に比べるとちょうど 16mm と 30mm のちょうど間ぐらいっていうような感じですね。こちらなんですけども、56mm っていうこともありまして、 35mm 換算で約 85mm になります。なので 85mmF1.4 というもうポートレート用と言っても過言ではないぐらい、もうポートレートにめちゃくちゃ向いております。私このレンズ本当に旅行行くときもあんまり持っていかなかったりとかで、仕事学校の仕事ではないけれど友達に頼まれた時だったりとか、仕事プラス自分も、そのイベントに参加する側だけどちょっと楽しみたいっていう時とかには持ってったりとかするんですけれども、あんまりこいつは出番ないです。この 16mm や 30mm に比べるとあんまりこいつの出番はないです。基本的にやっぱり、ポートレート人撮る時にしかやっぱり持ってかなかったりとかしますんで、あんまり使わないです。このレンズはフードをつけますとこんな感じです。カメラにつけますと、はい、こんな感じです。めちゃくちゃちっちゃいです。多分一番今までの中でちっちゃいですね。コンパクトにまとまります。でこのレンズに関しましてもデメリット一切ないです。でこのコンテンポラリーシリーズ3つあって出て、全部だいたい400ドル4万円前後で買えるレンズなんですけれども、全部めちゃくちゃ優秀で、しかも全部 F1.4 まで開放で撮れますし、全部めちゃくちゃ優秀なレンズで、本当に私デメリットと言えるものが全くないですねっていうようなめちゃくちゃいいレンズたちですので、この3本は、私ソニーのミラーレスやるのであれば持ってていいレンズと言いますか、逆に最初にお金がある方であればボディを1つ買ってこの3本最初に買うっていうのも全然私ありだと思いますし、もしお金がある方であればそれを全然私はお勧めします。3本目に紹介しましたのはシグマのコンテンポラリーレンズから出ている 56mmF1.4 のレンズでした。はい、最後ですね、4本目のレンズなんですけども、4本目のレンズはこちらです。初めてソニー純正のレンズですね。正確にはソニーではないんですけれども、こちらカールツアイスの、16mm から 70mmF4 のレンズになります。こちら買ったの本当結構最近なんですよ。まだ使って多分 2,3 ヶ月ぐらいしか経ってないのかなっていうのもありまして、これが出る前にソニーから G レンズ、 G マスターじゃなくてその1個下の G レンズで 16mm、55mm だっけな
で F2.8 っていうレンズが出て、私 F2.8 の投資が本当は良かったんですけども、そちら確か13万ぐらいするんですよね。で、言ったら趣味のカメラですし、 APS-C のカメラ用のレンズに、ちょっと13万も出せないなっていう風になってこちらを買いました。こちらもでも高いです。600もちろんするな、700ドルぐらいだから7万7000円8万しないぐらいかかります。これ結構高いレンズです、こちら。で、まだ私もあんまり使ってないっていうこともあるんで、あんまりこうレビューというレビューはできないんですけれども、ただめちゃくちゃいいレンズです。ただこちらズームなんですよね。でこいつの自重で、自重落下とかって言ったりするんですけれども、こちらの自重で、こうカメラとかつけてたりすると徐々にこれ下に落ちたりとか、あとこちら、別に特にこのズームにロック機能がついてないですので、こちらをカバンの中に入れてて出したりするときにこうの伸びた状態で出ちゃうとかっていうのもあって、ちょっとそういう堅牢性の部分で言うとちょっと不安です。まあ故障とか別にまだないですし、まだ大丈夫なんですけれども、今後ちょっと取り扱いには注意が必要なのかなっていうふうに思います。ただやっぱり、カールツアイスっていうこともありまして、めちゃくちゃやっぱり描写性能いいですし、開放が F4 なんですよね。 2.8 とかではなくて F4 なので、開放からもう結構使える、あんまり周辺原稿がなかったりとか四隅の流れとかがあんまりないレンズです。最初ズームレンズ欲しい、まあキットレンズでもいいんですけれども、 F 値投資のズームレンズが欲しいっていう方は、こちらちょっと高いですけれどもおすすめします。でこちらフードつけますとこんな感じですね。はい、ボディにつけますと、はい、こんな感じです。はい、さっき紹介しました 16mm のコンテンポラリーレンズとこんな感じですね。ちょっとやっぱり 16mm の方が大きいですけれども、大体ほぼ同じような感覚で大丈夫です。ただこれズームしますと結構伸びるんで、はい、こんな感じで結構伸びます。でこちらに関しても、まあ、あまり使ってないからっていうのもあるんですけれども、今のところデメリットはほぼないです。でこちらフィルター径が 55mm っていうこともありまして、やっぱり握りやすいですし、コンパクトなんでめちゃくちゃこれはおすすめです。はい、4本目に紹介しましたのはカールツアイスレンズの 16mm70mmF4 のレンズでした。はい、続きましてニコンのカメラでは使わない動画の撮影の時に使うものに関してちょっといくつか紹介していこうかなっていうふうに思います。この後もう1本動画出すんですけども、そこでアクセサリーだったりとかっていうのを紹介しようかなっていうふうに思うんですけれども、今回は動画に関するものもちょっと紹介しようかなっていうふうに思いますので、軽い、アクセサリーだったりとかも紹介しようかなっていうふうに思います。まず、この2つ K&F コンセプトから出ている可変式の ND フィルターになります。こういうものです。ここがくるくる回るタイプのですね。こちらが 67mm でこちらが 55mm ですね。なので、シグマの 16mm のレンズと、あとはツワイスの 16mm70mm の、レンズに合うようになっております。あんまり今外で撮影してないので、あんまりこの ND フィルターを使う機会がないんですけれども、紙切りに行った動画はこの ND フィルターをつけていっています。色ムラというものが少し出てきたりとかするっていうふうに言うんですけれども、 YouTube に動画を上げてあまりこれを使ってないので、あんまりまだ実感するところはないんですけれども、一応色ムラがあるっていうふうに言われています。ただ安いですし、他にもっと安価なものがあったりするんですけども、そちらに比べるとやっぱり色ムラが少ないっていうふうに言われてますので、屋外で動画を撮る方は、こちら必須なのかなっていうふうに思います。こちらそれぞれ多分30ドル3000円4000円ぐらいしないぐらいで買えると思いますので、もしあの一眼レフ、ミラーレス一眼で屋外で動画撮りたい方はこちらぜひおすすめします。はい、続きまして、マイクの紹介をしたいと思います。私が使っているマイクこちらです。ロードのビデオマイクロと、今これちょうど、iPhone から、ケーブルでつないでるんですけれども、ここに今ちょっとあって見えないと思うんですけれども、こちらがビデオマイクロなんですけども、ビデオマイク5だっけな、もう一個ちょっと長いタイプの、カメラ、マイク2本持っております。でこれはもうその時々に応じて使い分けたりしてます。基本的にもう、最近はこちらのマイクを使ってます。やっぱりちっちゃいっていうのもありますし、ソニーのミラーレスだと、このでっかい方だとちょっと見た目的にも、利便性的にもちょっとでかいっていうのはありまして、もう基本的には最近こちらを使っております。音質に関してはいいです。はい、私の動画見てもらえれば分かりますけれども、基本的にもう全部、こちらのマイクで撮影しております。 α6400 とかは、もう内蔵マイクも結構いいので、使ってない人も全然いるんですけれども、私はまあ室内で結構撮ることが多かったりとかしますし、特に重さ重量とかも気にしないので、家で撮るときはこちらを毎回つけるようにしております。はい、私が使っているマイクはこのビデオマイクロとビデオマイク5です。はい、そして、ちょっとここからちっちゃいパーツになるんですけども、これ私ないという動画撮れないっていうものがあるんで、こちらです。ちっちゃいですね。これ何かって言いますと、スモールリグから出ている、ちょっと型番忘れたんですけども、スモールリグから出ている、アイテムになります。これ何かって言いますと、
アルファ6000、あ、これさっき言うの忘れてましたね。アルファ6400、あのフリップスクリーンと言いまして、これ180度こう画面がひっくり返るんですね。なので撮影したりするときに画面を見ながら撮れるっていうのがめちゃくちゃでかい点なんですけれども、こちらのマイクを普通に乗っけますと、はい、あのマイクを普通に乗っけますと、こういうようにモニターが全く見えなくなるんですよね。っていうのを防ぐためにこちらのパーツをつけますと、はい、こういう風につけますと、この作りを見ながらでもマイクを取り付けれるっていう、このマイクの取り付ける位置をずらすっていうアダプターになっております。はい、もしあのこの α6400 だったら α6000 シリーズを買って、しかもなおかつ、マイクをつけたいっていう方はこのスモールリーグのやつおすすめですし、多分ないと自撮りしながらの撮影はちょっときついのかなっていうふうに思います。続きまして、最後に紹介しますのはこちらです。ちょっとでかいんですけれども、こちらです。いわゆるジンバルスタビライザーと呼ばれるものですね。ガドセンだっけな、から出ている、モザエアクロス2と呼ばれるタイプのものになります。これつけたりするのちょっとめんどくさいんで、これはまたちょっと今度別で紹介しようかなっていうふうに思うんですけれども、こちらのいい点をいくつか挙げますと、最近結構いろんなジンバルでも導入されたりするんですけど、このロック機能ですね。本来はこういうふうにグニャグニャしてたりとかするものもあるんですね。なんで持ち運んだりするときにこれがちょっとどうしても邪魔であったりとかするんですけれども、こちらをロックすることができるという。でこのロック機能によってバランス調整がしやすかったりですか、あと持ち運びにめちゃくちゃ便利っていうふうな作りになっております。で、もう一個、私のこの好きな点で言いますと、こちらですね。ここにディスプレイが搭載されております。で、基本的に、最近のジンバルっていうのはもうどうしても、iPhone があって、その iPhone の方で設定してっていうのが基準になっていると思うんですけれども、こちらはもちろん、携帯の方でも細かい調整はできるんですけれども、ここで基本的に、ここのディスプレイで基本的に調整できます。っていうところが、このモザのすごいいいところなのかなっていうふうに思います。あとは、こちらですね。USB-C で充電ができるようになっているっていうのと、バッテリーが取り外すように取り外せれます。はい、なのでもしあの予備のバッテリーが買いたい方はこちらのバッテリーを買えば、ここで付け外しができるっていうような感じになっております。まだあんまり使ってないっていうことと、喋り始めると結構長くなってしまうので、こちらまた別の動画で紹介したいと思います。はい、はい、という感じで私の動画機、ソニーのカメラについての紹介を終わりたいと思います。今回で言いますと、カメラ1つとレンズ4本と、あとまあその他アクセサリーをちょっと紹介しました。この動画機にかけたお金なんですけれども、総額約$3,200ということで、約まあ32、3万円です。はい、ちょっとマジで本当に考えるのやめた方がいいですよね。これはカメラ関係のものを次でアクセサリーいろいろ紹介したりするんですけれども、それで合計がいくらになるのかがマジで楽しみですね。はい、でまあこのカメラはやっぱり動画撮ったりとか、あとは旅行行ったりするときに私は重宝しております。なので気になる方はぜひチェックしてみてください。もしこの動画が良かったらチャンネル登録、高評価、あとはインスタグラム、ツイッター、フェイスブックのフォローもよろしくお願いします。それでは次回の動画でまた会いましょう。 See you!